大丈夫ソフィア。みんなに選ばれて卒業の言葉を言うことになったんだ。うわーすごいじゃないの。だよね。でも何を言ったらいいんだろう。すごく特別な日でしょ。こういう時はみんなに何を話すの。村の近くにあるお城、すごく遠い気がしてた。だけど前に進み続けて立派なプリンセスになれた。助けてくれた人たちみんなにありがとうってちゃんと伝えたいの。でもどんなこと話したらいいの。今日は大切な日、卒業式。小さな村の女の子がプリンセスになれたの。信じる心忘れなければどんなことだってできるはず。卒業式の挨拶ではありのままの気持ち伝えるのよ。空に輝く星と一緒にあなたのことずっと見てるから。国のことを思う気持ちもドレスだって大切よね。かっこいい騎士の鎧を卒業式で着たかった。だけど少し我慢しよう。子たちがこんなに大きくなった。時間です国王陛下、遅刻しては大変です。はいつもながら頼りになる。待ってたを私たちのプリンセス、プレゼントを用意していたの。とろりとろける甘い気持ちで楽しんで来てくれ。卒業式を美味しいタルト大好きだよ。いつも本当にありがとう。君が作ってくれたルビー。何？いいかい？このティアラで光り輝く。とっても綺麗。いつまでも。皆さん出発いたします。卒業式に遅れたら大変ですよ。卒業式の前にちょっとやることがあるんだ。すぐ戻るね。